久保さん、今回ちょっと強烈な感じでいきましょうか母ちゃんの自殺未遂にしましょう、はい、僕は高校生の修学旅行の時京都だったかななんかあの畳でね畳畳でね枕投げみたいなねまあ枕投げはしてないけどなんかそんな感じで遊んでたんですよねあの畳であの布団が4つか5つしてわあみたいなやってたら あのあれですよこのふすまというかバンって入って「およっしゃに」と「じゃあ親から電話あるぞ」と「お父さんから電話だ」と思って「あはい」みたいな <laughs> でそピンク電話ですあの旅館みたいなとこ泊まってたんですけど <laughs> ピンク電話 <laughs> であ「もしもし」みたいな。 おちょっと悪いないななみたうちのちょっと母ちゃんがちょっと今ちょっと自殺はかって大丈夫一応,一応まあ大丈夫だからと修学旅行中だけど、ね、分かってるみたいな、ね、<laughs> な何もできないっすよね京都にいるし <laughs> でとりあえずまあねあのなんか海,海突っ込んだみたいですけど まあ僕のね、母ちゃんはね、総うつ病歴が20、30年ぐらいか。ずっとまあ薬の、薬漬けなんですけど。なんかね、僕が高校のあたりがですごかったらしいんですよ。で、僕ちょうど家出てたんで、なんか家から荷物、なんか物投げるし、なんかお店のものなんかあの持ってきちゃうし、みたいな。予売するし、みたいな。なんかすごかったらしいですね。 まあその一番すごい時は僕ちょっと家離れたのわかんないですけどまあ最終局命を絶とうとしたとまあ今生きてますけどねそううんだからよくねあの親まあ親の DNA ってまあ受け継いでるとは思うんですよ親の血っていうのは親の性格だったり DNA っていうのはで結構その まあ世の中では親がこうだからとかね親がなん,かなんか性格がどうのこうのとか言うじゃないですかで、まあ、もしそこに当て込むんだったら僕もぶっちゃけ言うと、まあ、性格というかまあもううつ病というか、まあ、自分でも知ってるんですけどもあのすごく落ちたら落ちるしか引きこもりでニートしてた時もありますからねもう 僕自身も。なんであ、あ、知ってるんですよ、自分でも。まあ、それはもう、しょうがないじゃないですか。DNA レベルでそういうのがやっぱ入ってるので。うん。ただ、変えられます。僕変えたんで。うん。みんななんか変えられないみたいなね。うん、もちろんね、今日、雨降っててね、晴れろみたいなね。それは変えられないですよね。こうさん、変えられます <laughs> 今から雨が降れみたいなね、雨降ってくるとかね。じゃあ、それはね、僕、すみません、変えられないと思いますね。それはその天気の、あの天気次第かなと思うんで。ただ、自分の性格だったりとか、自分の気質だったりとか、自分の素養とかも、全部変えられると思います。僕はね。でも変えられないと思うんだったら変えられないと思うし、僕は変えられると思うし、でもそういうふうに思えるようになったのは、勉強したからです。 で勉強して、実践して、乗り越えてきて、ありとあらゆることを乗り越えてきて、でさらにまだ勉強して、ずっと勉強してますよ。うん。毎日僕、あの、何かしら新しい情報、なんか、その、与沢さんもまたなんか動画更新してたんで、なんかあの、今、40分ぐらい撮っ,ってたんですけど、長えな、みたいなね。<laughs> 新与沢の理由聞いてましたけど。 いまだにいろんな情報を入れてますからね僕はうんそれはあの自分を変えるためでもあるし維持するためでもあるしうんそういう悪い自分に戻らないその僕は気分が落ちたらもうもうその落ちたとこから這い上がるのはきついのでそううんだ逆に言うとそのお母ちゃんのそのうん 感受性豊かというか、か感じるわけじゃないですか人よりああ私はどうのこうのわあみたいなだからその感じやすいっていうところを受け継いでるんででも逆に言うとその感じやすいをもうもはやプラスにか転換できるんでうんそうでもそれはあのー、なんだろうなあー日々鍛錬してるというかそれをコントロールできるようにしてるっていうことですね だからその感じやすい、だからマイナスを感じやすい、マイナスに触れすぎると行動できなくなっちゃうんで、だからそこはもう自分を、自分の精神を経営していくというか、自分の思考を経営していく、と自分の思考を整えていく、常にその自分の、まあ、いろんなあの刺激、いろんな情報を入れながらも、自分をこう確立していくっていうところを日々やっていますね、そこはもう大事なんで。 特に、まあ、従業員も雇ってないし、僕自身が司令塔であり、僕自身が僕自身を動かさないといけないので、僕の司令塔の頭だったりとか精神が病んでしまったら、僕はもう、あの、稼げないですから。誰も僕を助けてくれる人一人もいないですから。僕の代わりに働いてくれる人誰一人いないですよ。ただ、まあ、テクノロジーがね、今動いてくれてるので、まあ、僕が病んでもね、 まあ回ってくれれるるんで、まあ、なんででなななとかなるかもしれないですけどただ、セールス僕して売り上げ作ってるので、多分セールスできなくなっちゃうんで、そしたら売り上げ立たないですよ。うんう。だからね、まあ、まあ、すべては変えられるよって話ですよ。みんななんかその変えられないとかね、一部の人だとかね。まあ、確かに一部の人かもしれないけども、その一部の人にあなたはなろうと思ってんのかならんと思ってないのか。 そこに対してどれだけ努力してきたのか、どれぐらいやってきたのかっていう。まあ、はっきり言って、僕と久保さんの量をやって人生変わらないってことは、まず本当はありえないですからね。これもう言い切ります。もう1000%、100%じゃなくて1000%です。僕と久保さんのレベルでやって人生が変わらない。絶対ない。言い切ります。だけど、これも言い切ります。久保さんと僕の量をできる人は、僕と久保さんだけであると。 だから結局変えられないんですけどね。<laughs> でもやろうと思えばできるんですよ。でも僕の実体験だと僕と久保さんを超えられるぐらいのお客さんは出てこないと思います。お客さんね。お客さんですよ。<laughs> うん、だってこのね、億万長者合宿、例えば日本一じゃないですか、多分。こんなんやり取りでしてる人はいなくないですか、久保さん。 多分日本にユーーチュ YouTuber やってる人いっぱいいますけど、このやりとりの、この次元でできる人は、多分本当に日本で僕と久保さんだけだと僕は思います。マジで。だって商品も売り終わってますからね。<laughs> いや、マジでも本当にいないと思いますね、うん。日本で僕と久保さんのみです。そう。これは言い切れる、うん。言い切れるほどやってますし、これからも積み上げるんで。うん そうだからまあ本当に自分の人生は自分で決められるし変えられるしっていうのは僕は事実だと思うしただその事実その事実があるんだけれども結局いや自分にはみたいな話でみんなそう,そう思考するしそう思うし <laughs> まずそ,そもそもその思いそ,そ,それを変えていかないといけないのにその思考のベースだったら絶対無理っすよねうん 確かにこれはできないかもしれないけど、例えばこれはできるから、これは日本トップクラスになろうとかね。な,なんか、確かに合う合わないもあるし、なんだろうな、うん、なんだ。例えば僕がどれだけ努力してもですよ。これからどれだけ努力したとしても、うん、なんだ。 100メートルを10秒を切って走ることは多分難しいと思いますし、あの、久保さんがどれだけ努力して、今からどれだけ努力して、世界一努力しても10秒を切れるっていうことは100メートル10秒を切っていくっていうのは非常に難しいと思います。これは。だからできないこともありますよ。できないことも。でも自分にできることって何なんですかって話で。こっちの方法がダメだったらこっちの方法があるんじゃないかっていう考える思考ですよね。う だそういうのもみんなないので、そう。みんなできないことを思考するんで。うん。そう。そんな感じですね。いってらっしゃい。